丸い穴の開いた屋外円形展望台。展望台用のシースルーエレベーターとシースルーエスカレーターが見える夜景梅めスカイビルは1993年3月に完成した大阪府大阪市北区大淀中の新梅めシティ内にある超高層ビルである。高級ホテルのウェスティンホテル大阪と共に新梅めシティを構成している。地上40階、地下2階。 高さ約173メートルの超高層ビルである。設計は原工事、京都駅ビルや札幌ドームなどの作品で知られる。その独特の形状から大阪、梅田のランドマークとなっている。当地は旧梅田貨物駅に近いことから、ダイハツディーゼルや東芝などの工場、社屋が位置した。 1980年代、周辺地域の再開発が始まり、1990年2月に着工、1993年春に竣工した。イギリスの出版社ドーリング・キンダースリーが選ぶ、トップ20ビルディングスアラウンド・ザ・ワールドの一つに、アテネのパルテノン神殿、ローマのコロッセオといった歴史的建造物と共に、選出されるなど、世界的に有名な建築物で、 2017年の空中庭園の入場者150万人のうち、外国人は75%を占める約113万人となっている。タワーイースト、タワーウエストの2棟で構成され、その頂部を連結するように円形の空中庭園展望台を設置した構造が特徴である。これにより、地震、風、振動への耐性が強化されている。この空中庭園は、 地上で組み立ててからワイヤーロープで釣り上げるリフトアップ工法で施行された。また、イーストウエスト両、胸を行き来するため22階に連絡通路が設けられている。ビル最上部の空中庭園展望台からは、梅田の超高層ビル街を中心とした大阪の都心や淀川、円形の山々を一望できる。超高層ビルの展望台としては珍しく屋上に設置され、 360度の視界と前転を風を感じながら眺められる展望台は観光スポットとして人気があり、開業15年目の2008年5月5日には入場者数が1000万人を突破、2015年7月31日には1500万人に到達した。梅田貨物駅や土地や梅田貨物線により、 大阪駅や梅田の繁華街とは断絶されているが、2024年の梅北再開発の一部待ち開きにより、梅田の中心地や再開発エリアと接続される予定である。ビルコ有の郵便番号は、タワーイーストが531から 60XX、タワーウエストが531から 61XX。建築主の積水ハウスが、 タワーイースト内に本社を置く。外資契約品企業アストラゼネカの日本本社も入居していたが、現在は一部を残し、グランフロンと大阪へ移転した。タワーウエストの上層階は、当地が旧本社工場敷地であったダイハツディーゼルと、東芝関西支社をはじめとする、東芝グループ企業の事務所が大半を占めている。タワーイーストには、シネディーブル梅田と、 梅田ガーデンシネマの映画館に館があったが、2014年2月28日に、梅田ガーデンシネマが閉館。跡地は、シネリーブル梅田の増床として、3.24階にまたがる、4スクリーンの映画館になった。同、1階には2016年1月29日に、松田の直営ショールームである、松田ブランドスペース大阪がオープンしている。メキシコ名誉領事館。 ドイツ総領事館が入居していることから、1階広場、ワンダースクエアで、閣僚時間主催の祭りが、例年開催される。地下1階は、昭和初期の街並みを再現した、飲食店街、滝見工事である。タワーイースト1階と屋外のバス駐車場には、 ウィラーグループのバスターミナル、ウィラーバスターミナル、大阪梅田が設置されており、同グループの高速バスや一般路線バスなどが乗り入れているほか、2013年7月31日には、駐車場付近にバス利用者向けのカフェレストラン、ウィラーエクスプレスカフェがオープンした。一般のビル関係者も利用することができる。 タワーイーストタワーウエストに比べ目立たないが、タワーイーストの南には5階建てのガーデン5と、さらにその南に6階建てのガーデン6というオフィスビルもある。両者のエントランスには、梅田スカイ BLDG のロゴが記されていることから、この2棟も梅田スカイビルに含むものと思われる。ありがとうございます。